はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。カタリストレイナです。今日は秋ということで、秋といえば何でしょうか。秋といえば食欲の秋といえば栗ですよね。はい、はい、モンブラン。秋といえば栗なんですけども、今日はね、この栗の皮むき、栗ってめんどくさいですよね、皮むき。そうなんです、結構ね、包丁で剥くと栗ご飯とか美味しいんですけど、ちょっと大変ということで、今日はね、こんなものを用意しました。栗むき器。うちらが最初知ったのはこっちなんですよ。そうなんです、フルベジシリーズの、フルベジ、最初はフルベジのブドウの皮むきとかパイナップルとかやって、その中の一つフルベジで栗の皮むき器もあって、これやってみようかなと思ったんだけども、これよりこっちの方がなんかね、口コミの評価高いということ で実際どうなのかっていうことでね、やってみよう、試してみようということで対決です。はい、やってみたいと思います。やってみます。みるみるランド。はい、ではフルベジの方の皮むき器から開けていきたいと思います。はい、はい、で後ろはこんな感じです。こっちが、こっちの刃がこう切る刃の方で、こっちは栗をこうガシッと押さえる方の刃です。栗を剥いていきたいと思います。説明によると、あ、でも簡単かも。切る方はすごいやりやすいけど、うん、この押さえる方がちょっとちょいちょい滑りますね。ああ、力的には今力入ってるんですか。そんなに力なくても進みます。ただし、なんかこう慣れない機械だから、自分も初めての機械だから、どうやってこうやったら加減がいいのかが、そうですね、掴むまでに何個かやってみないと、ね、そうあのブドウの時もそうでしたけど、なんか、うん、機械に慣れるまではちょっと、なんかちょっと時間かかりますね。機械の気持ちわからないみたいな。機械の気持ちね。そうなんだろう、私が下手なのかも。進めなくまだまだ1個目だからね、ちょっと何個かやってみましょうか。だいぶこう、栗の中身がちっちゃくなってるから身がなくなっちゃう。そうちょっとなんか悲しい感じ、食べるとこなくなっちゃう。だいぶなんかこうロスしてる感ありますね、私が持つと。なんだろう、なんだかわかんないけど、すごい跳ねますね。ああ、飛び散るんだ。うん、飛び散る。栗はね、この時期じゃないと生って出てこないから、あんまりそんなに年中使う食材じゃないから、あんまりわかんないですね、栗の気持ちも。だからですよ、栗の気持ちわかんないからダメなんですよ。ここに今ね、偉そうなこと言ってますけど、絶対料理しないゆきさんですかね。しかも大体あのコメント、食レポコメントは、うん、買ったやつみたいみたいなね、バニラだみたいなね、言われても痛くないです。でもかわいそう、なんか見えます。はい、だいぶ小さくなりましたね。だいぶなんか悲しいです。ちょっともうちょっとどうにかしてあげたい。包丁と比べてどうですか。包丁と比べて、あの包丁をやるときって、滑って自分 あの指を切らないようにすごい慎重になるので。レイナさんよく指切ってますもんね。そうなんです、結構ね、切っちゃうときあるんで、すごい慎重にならなきゃいけないけど、うん、これだとその心配ない、このキャッチがそうあるから、なんかそういうなんか怖さは全く感じない。ただまあここの間にね、自分の指ブスってこうもちろんこうやって入れちゃったら、うん、切っちゃうから気をつけないといけないし、洗うときもちゃんとスポンジであの丁寧にこう指切らないように洗わなきゃいけないですけど、うん、なんかそういう心配がないのはすごい安心感がありますね。とりあえず鬼皮はすぐ剥けますけど、私が鬼皮を剥くと渋皮が結構ところどころ残ってるので、なんかそれをもう一回ちゃんと全部剥かないといけないから、うん、なんか二度手間風になってますね、今。なんですかね、やっぱ栗の気持ちが分かってないからか、ね、栗の気持ちが分かってない。それは大いにありますね。まあ癖があるんだと思うんですよ。思いっきり飛んだね、今ね。栗が怒った、今栗の怒りですよ。いや、これはちょっとぶっちゃけ難しいですね、まだね。みるみるランド。はい、とりあえず2個剥いてみた時点で、クリクリ坊主の方もチャレンジしてみたいと思います。これはここにロックがあって、それを開けるとこのバネでこんな感じで。バネの具合は何か違いあります？こっちの方軽い、バネが
フルベジの方のバネの方が多分ね、バネの太さが太いですね。うーん、でこっちの方がバネの太さが細いから軽い。ああと、あーなるほど。なんですか？見てもらうと分かると思うんですけど、この開閉具合が、うん、どうやって分かるかな、角度が違うの分かります？うんうんうん、違いますね。結構違いますね。だから挟める角度がこっちのクリクリ坊主の方が大きい。うーん、大きくこうスライドしていける感じがします。あ、だから簡単なのかも。キャッチがしやすいですね。さっきはこうやってつなげて剥くことがちょっとできなかったんですけど、あ、なんか連続して剥けてますね。そう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 、あ、なんか見ててもそっちの方が剥きやすそうだなってわかる。わかりますよね、うん、そう、こっちの方が剥きやすいです。同じ、さっき剥いてた栗と同じなんですけど、あとね、なんかこっちの歯の方がちょっと鋭利な気がします、剥いてて。あ、そうですか。うん、口コミにもあったけど、うん、慣れてくるとリンゴの皮を剥くような感じで剥けますって、そんな感じになってきましたね。そうですね、こっちの方が剥きやすいわ。確かにこれの方が買ってる人が多いのが分かる気がする。ちょっともう一個剥いてみます。もっと今度は心込めてやってみてください。それ今まで心込めてないみたいじゃないですか。今までも心は込めてます。違うんですよ。いや絶対ね、これ分かった、このねスライドがね大きくできるっていうのがこの強みですね。そうだね、そこね、うん、サクサク、さっきはそれサクサクいかなかったですもんね。いかなかった。あとなんか飛び散りも、そうそう、さっきのやつの方がもっと飛び散ってたけど、うん、飛び散りが少ないですか？飛び散りはちょいちょい少ない気がしますね。ほらもう剥けたもん。早いですね。はい、というわけで栗の皮むき対決でしたけども、いかがだったでしょうか。はい、今日の皮むき対決分配はクリクリ坊主2に上がりました。とてもスムーズに、あの初心者の私でもサクサクといく感じがしました。なんか見ててもね、見てるだけでもこっちの方が本当にクリクリ坊主の方がサクサクいけてたなって感じだったので、うんうんでね、こっちね、フルベジの方はなんかギシ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 してなかなか進まないなっていう感じでしたよね、うん。切る方じゃなくて押さえる刃の方の深いのが、こっちの方が深いんですよ。この分配が上がったクリクリ坊主の方が深いので、しっかりこうキャッチしてくれるんですけど、こっちはちょいちょい滑ります。フルベジはちょっとね、よく見ると浅いんですよね。でたまにこう丸くなってるところとかあるから、安全面で多分考えられてると思うんですけど、その分ちょっと捕まえられなくって滑っちゃう感じはします。じゃあフルベジのいいところは安全性が高い。安全性が高い、だけどギシギシ言うし飛び散る。そう、飛び散る。あとね、価格もね、あのフルベジの方が若干安いんですよね。こっちフルベジのいいところは価格が安くて安全性が高 い。だけどギシギシ言うし飛び散る。ちょちょ時間は時間がかかる。それに対してクリクリ坊主は値段はちょっと若干高いんですけども、サクサク剥ける、飛び散らない、力もそんなにいらない、いらない。なのでこの後、まあ、このクリちゃんたちかなり剥かれちゃった感じですけど、うん、食べていきたいと思います。はい、というわけで今日はクリ剥き対決でした。ではでした。またねー。